対決はリーダー同士の対決ということになりました。トミー VS キヨキヨということでですね、攻めを考えるキヨキヨとして祈り続けるトミーということですけれども、まさか最後の最後にこの頂上決戦が実現するとは、はい、改めてどこを狙いますか、誰を狙いますか。10番のトミーさんでお願いします。いただきました。会場の皆さん、今一度拍手をお願いします。さあ、それでは実況席最後の戦いお願いします。はい、それでも最後の最後ですよ。Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Tokyo Crush 2015! 本日のメインイベント、最強の攻め隊、最高の守り、キヨキヨ&上軍団のキヨキヨがロジックドネーターズ、トミーの陣を崩していきます。ラストアタック、アタックテーム、スタート！さあ、アースクエイクを選択した。さあ、ここでどこにアースクエイクを打つのでしょう。おっと、ゴーレム？ん？おっと、ここでアースクエイクを選択して、アースクエイクをタウンホールの周りに打ってきました。さあ、そして壁を破壊することができましたね。さあ、そして、キヨキヨさん、このガーゴイル、どんな意味があるんですかね？はい。いや、こちらはですね、やはりその、トミーさんの陣というか、トミーさんの配置がですね、タウンホールが外寄りになっているんですね。なので、外周を削って、おっと、ジャイアントを選択して、このようにジャイアント、そして後ろからウィザードで外周を削ってパーセントを稼いで、そしてタウンホールを後からゆっくり取ろうという魂胆の攻め方でございます。やっぱりですね、そのタイブレイクシステムの導入によって、やはりパーセントが非常に重要となってきたという点も踏まえてですね、この攻めは非常に注目度がアップしております。そして11時方向、ジャイアントウィン2体、そしてウォールブレイカー1体遅れて出しましたが、迫撃砲のターゲットになってしまいました。そしておそらくですね、これは、ジャイアントを出して援軍を釣ろうとしたのですかね。ちょっと失敗しておりますけれども。そしてゴーレム出して、迫撃砲が着弾したタイミングでウォールブレイカーをしっかりと投げております。いやー、さすがキヨキヨさん安定しておりますね。そして、こちら遅いですね。ちょっとウィザードが遅いんですが、さあ、ここでウォールブレイカー追加。そして、バーバリアンキングがターゲットを取られないように、バーバリアンキングを出してきました。そして、レイジ。いやー、このババキン。そしてもうね、ゴーレムが先行してほしいんですが、そして、レイジを出して、そしてポイズン出して、ここでのフリーズ、さあ、フリーズさ、密集しているが、うまい、これは隠してすらとアーチャークイーンと巨大クロスボウ、そして、なんだなんだ、なんかインフェルノタワー、いろいろ凍らしておりますね。いや、さすがキヨキヨさん、やっぱね、長年クラクラやってるだけありますね。はい、これぞ、神のフリーズじゃないな。神のフリーズダメな方ですからね。いやー、ということで、さあ、そしてもうこの時点で 56%、アーチャークイーンのターゲットが、まだ取られておりませんが、巨大クロスボウに取られてしまいました。そしてスケルトントラップも来て、59%、60%、62% ぐらいいってほしいですけどね。65% いくか ?60?62%、そしてアーチャークイーン死亡ということで、以上です。緊張するわー。42件。42件、あーどうす。やったー。嬉しいっすわ。嬉しい。チャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。